で心臓や知性を疲らさせる動機は何かといえばこれはもう脳ということになります。心臓で心ってありますけれどもまあこれは昔はですね緊張したりすると心臓がドキドキするっていうことで心っていう名前が付きましたが今はいわゆる我々の私がしゃべって皆さんが理解しているっていうものは全て脳がになっております。で脳のさらに細かく見ていくと脳にどんな細胞があるか。 それは代表的なのが電気活動を行うニューロンとそれからニューヨンを支えるグリアという細胞この2種類がありますでここでも最近この10年間で変化が起こってきておりましてえ昔はニューロンだけが電気回路を作るでグリアはそれを支えるだけだというふうに説明されておりますコンピューターの中身を見たことはあるかどうかありまますけど、まあ、結構見てるかもしれませんけどコンピューターのメモリーとか演算機能というのは IC が担っております で、その ic 類は基板いわゆる板の上に乗ってるわけですね。で、板っていうものはその ic のを支えているだけで、まあ、えー、支えるものがな,なければ仕事はできません。けれども、実際のコンピューターは ic の機能が担っています。そのようにグリアっていうのはニューロンという情報処理素子を支えるだけのものと思われていました。けれども、この10年間ほどで革命が起こっておりまして、いや実はグリアっていうものも。 積極的に情報処理に関与しているということが明らかになってきました。えー、これがその脳の、まあ、簡単な細胞を示した図となります。えー、ニューロンがニューロン同士をつなぐ。ここがシナ,シナプスというニューロンとニューロンの間のところがシナプスというところで。えー、ここで神経伝達物質が放出されて、えー、電気回路が作られています。えー、オリゴデンドログリアというものは、このニューロンの軸索っていう棒を主に囲んで支えています。アストログリアっていうのは、まあ、広く。 細胞を支えておりますミクログリアというのはちょっと変わった細胞で脳の中の免疫系の細胞と言われまして根の中にあった異物老廃物を処理していると言われておりますで、このニューロンが作る電気回路こそが我々の精神活動を維持しているんだと10年ぐらい前まで言われてたんですがこのような結果が出てきました えー、スパインブートンこれは英語で申し訳ないんですけどもここの間がにニューロンが作るシナプスですでここにありますね反復刺激をする要するに記憶を形成させるとですねこのアストロサイトがあかもあたかも神経回路をがっちりと構築するかのように形態変化が起こってシナプスを完全にくるみ込むということが見出されてきました、えー、さらに、えー、先ほどの神経回路はニューロン同士をつないでるわけですけれども 別ののシナプスス同士をどうもこのアトトロサイトがつな、ね、いでるんではないかということが最近分かってきました。えー、さらにですねミクログリアこれは免疫系細胞としてこのミクログリアっていう細胞は神経系とはあまり無関係にですねニューロンとは無関係に脳の中を動き回っていろいろいらないものとかあるいはばい菌を退治してると思われてました。 このモデルマウスにですね正常なミクログリアを移植すると脅迫神経症が改善ししたた。いう報告が出てきましたつまりこのようにおよそニューロン電気回路を形成しているニューロンとは無関係の細胞が神経活動精神活動に大きく影響していることが明らかになって さてこのようにですね、今脳科学脳科学と言われていますけれども我々の精神機能に関しての細胞レベルででの解明はほとんどされていないな状態です。そこで原因不明の認知,で認知症についいててどう考えていくか。特に先ほどの申し上げた血管障害の場合には血管がやれているっていうとはっきりした原因がわかるわけですけれどもこの原因不明の変性神経疾患というものは,はっきりした原因が確定しておらず神経がどんどん変性していくわけです。 これをどう考えていくか。そうすると正常と異常を比べるってことになります。そこで正常脳っていうものと異常のを比べますと、異常脳では神経細胞が変性している。さらに何か怪しいものが怪しいタンパク質がたまっているっていうことが明らかになってきました。まあ、いわば我々はですね、エンジンのことを全く知らない状態で不調になった車を直そうとしているわけです。 そうすると快適に走っている車と異常になっている車を比較してどこが異常かを突き止めていくようなことをしているわけですこれは東京大学薬学部医学部の岩坪先生にご提供していただいたアルツハイマー病患者さんの死後の顕微鏡写真ですご覧のように正常では全く存在していないような変なもの神経原性変化と老人犯というものがボコボコ溜まっていることが明らかになりました でこの周囲では神経細胞が変性しているということでこれが原因ではないかということを考えるというのはそんなに間違っていないと思われます。でこのの神経変性認知症にもも実は色々なものがあります。代表的なものがこれから主として説明するアルツハイマー病それからピック病それからレビー小体認知症 FTLD などいろいろなものがあります。その中で今、 この代表的な四つの神経変性疾患に溜まってくるタンパク質として A ベータタウタウアルファシヌクレン TDP43 などこれらのタンパク質が溜まってくるということが明らかになりました。ちなみにまずアルツハイマー病ですがこれはなんとなくできなくなる計算ができなくなるとか物覚えができなく忘れやすくなるとかなんとなくできなくなるまあ陰性の機能低下です。 ピック病というものはですね、性格異常が前面に出てきまして、非常に相病的にとか、まあ,あの付き合ってて疲れるような変化をいたします。で、これは半分、えー、冗談のような話、えー、説明なんですけれども、接していて同情したくなるような認知症がアルツハイマー病で、頭にくる認知症がピック病というふうに言われております。レビー小体認知症というものは、これはパーキンソン病という 運動異常や自律神経異常が合併しないまた別のタイプの認知症です FTLD についてはまあここでは省略いたしますけれどもいろんな病気と関係が ALS というこれはこ今回は説明いたしませんが運動機能疾患と関係があるかもしれない認知症ということですいずれにしてもポイントはこの a タウ、アルファシニクレン TDP43 というこれはタンパク質の名前ですけれどもこういうものがたまってくる認知症 溜まってくることが明らかになってきましたでこれら異常に溜まるタンパク質が原因つまりこういうタンパク質が溜まることによって神経ががすするることが考えられるわけです問題はですねこれらのタンパク質が例えば感染症のように頭の中に入ってきて突然できるとか正常では存在しないタンパク質であれば少し考えやすいんですけどもこれらのタンパク質は正常な脳にも存在するします。でこの 4つのタンパク質で共通していることはみな塊をドカンとと作ることです。従って何かあるタンパク質が塊を作ることによって神経が変遷してくるということが考えられるわけです。